教えて春郷先生。皆さんこんにちは、小林郷です。こんにちは、中里春菜です。こんにちは、ぽんちゃんです。さあ、前回は薬杯というお話をしました。ぽんちゃん覚えてますか？覚えてますよ。どんなのあったかな？白髪中、うんうん、とぽんちゃん何が好きって言ったから、言ってた、あれ、自分の風、自分の風、はい、もう一個、一周目とかのやつ、二周目のやつ、あの風、はい、そうですね。前回出たこの薬杯、白髪春と場の風と自分の風、これは今後も出てくるすごい大事な、よく出るやつなんで覚えておいてもらいたいと思います。さて、今日はちょっと条件が複雑なピンフという役のお話をします。前回言いましたけどね、麻雀の三大難しいのうちの一つだと思ってます。いや難しい先生。いや、我々の手にかかれば大丈夫だと思います。大丈夫そう。はい、頑張っていきましょう。はい、では早速ピンフを見てみましょう。はい、こちらです。先生、はい、これめっちゃバラバラやん。何が揃ってるの？バラバラに見えちゃうか。実はこれがね、ちゃんと条件満たしてるんですよ。やっぱポンちゃん、同じの3枚あったりした方が分かりやすいかな。うん、絶対なんか揃ってるように見える。そうですか、でもこれがピンフです。じゃあ3つ条件がありますので、その条件を3つ紹介していきます。はい、まず1つ目です。この手牌、同じもの3枚組がなくて、全部順番の3枚で構成されてますね。1,2,3 とか7,8,9 とか、うんうん、全部この順番のでできている順番、これが一つ目の条件です。ちなみにこの順番の3枚を麻雀用語で春津と呼びます。春津、はい、春津です。覚えにくい。で、漢字で書くと実はこのように書くんですが、順子ってなってますね。順子、純子さんです。女の人の名前やん、純子。そうなんですよ。でも意味はというとね、これ順番の順ですね。なるほど、うん、順番の3枚はこの春津、この漢字を使って春津と言われます。か、じゃあ純子って覚えてもいいの先生？純子でもまあ大丈夫です。でもできれば春津で覚えてください。うん、春津、ここが春津でみたいなお話を今後していくと思うので。わかりました。とりあえず一つ目の条件、全部春津であること。春津。二つ目の条件です。ではこの手をポンちゃん見てもらって、はい、端っこの方に相図の5と6がありますけども、うん、何が来れば上がりか分かりますか？相図の4と7。はい、そうですね。この4と7の両側を待ってる形です。これ何待ちっていうか覚えてるかな？ちょっと待って先生、両面待ち。おお、正解です。両面待ちです。よし、両面待ちと書いて両面待ち。よし、ちょっと両面って言いそれた。はい、これが麻雀でよく出る大事ないい待ち方で、両面待ちと言います。で、ピンフの条件っていうのはこれが条件になってるんですね。待ちが両面待ちであること、これが2つ目の条件です。では3つ目の条件です。はい、この頭に注目してください。頭、今マンズの2が頭ですよね。これの場合はピンフになるんですが、実はピンフの条件の3つ目のややこしいのが1つ、頭が薬杯ではいけないという条件になってます。え、前回教えてもらったあの薬杯、薬杯、そうです。あれ使えへんの？そうなんですよ。あんな薬杯って3枚あれば薬になる、それだけですごい便利な薬杯なんですが、これをね、2枚で頭として使うとピンフには認められないと。いやピンフ嫌や。そんな嫌がらないでください。薬杯って4種類か5種類かなんで、麻雀牌34種類のうちの30種類ぐらいはピンフの頭に使えるっていうことですね。それなので頭が薬杯じゃなかったら大丈夫、これが3つ目の条件です。条件多いですね。多いですね。もうないから大丈夫。もうない、この3つです。よし、
さてピンフの条件3つお話ししてきましたが、これ条件がややこしくて難しそうに見えるんですけど、実は一つ一つの条件は簡単で、ピンフっていつの間にかできてる役なんですよ。いつの間にか？そうなんです。え、本当に？意識しないで手を使って作ってみて、上がってみたらピンフだったっていうことが結構あるんですよね。そんなことあるんですか？あるんですよ。ですからこれから試しに上がり系をいくつか出してみますので、なんとクイズ？クイズです、こんじゃ得意やで。得意。じゃあその上がりの形がピンフになってるかどうかを答えてください。はい。はい、1問目こちらどうでしょう。1,2,3,1,2,3,5,6。あ、先生これ、はい、わかるわかる、はい、わかる。これは想図の4と6でしょ、あれ。あれがピンフじゃない、ピンフじゃない、うん、そうですね。この4と6を持ってて間の5を待っている形、これは全部瞬図でできてますが、待ちが間待ちなのでピンフではありません。正解。ピンフの条件は両面待ちっていう条件ですから、この例題みたいに間待ちであったり、あるいは頭を一つだけ待っていたり、そういう待ちの時はピンフにはなりません。さて続いて2問目です。よし。はい、こちらどうでしょう。あ、先生これはすぐわかる。これすぐわかる。これ頭が逆配になってるから、これもピンフじゃない。はい、はい、正解です。これは順調。そうですね、このチュンっていう頭がありますが、これは3枚揃えば役がつく役牌というものなので、これを使ってるとピンフにはなりません。しゃあ、じゃあこの問題をちょっと変えてみましょうか。このチュンチュンをシャーシャーという頭に変えてみます。シャーシャー。はい、ポンちゃんこれどうでしょう。え、シャーシャーに変わったら、わかんない。わかんない。そうですね、これ実はね、わかんないんです。実はこれだけでは問題が不親切でね、わからないんですよね。なぜかというと、ピンフの条件で頭が役牌じゃなければいいっていうルールでしたね。ですからこのシャアが役牌かどうかでピンフになるかどうかが変わってくるんですよね。ほう、うん、じゃあこのシャアが役牌になるケースってどんなケースでしょうね。シャアが役牌はポンちゃんの風がシャアの時。はい、正解です。合ってる。自分の風がシャアの時はこのシャアが役牌になるので、この形で上がったらピンフがつかないと。逆に自分の風がシャアじゃない時、つまりトンとかなんとかペイの時はシャアは役牌ではないので、ピンフの頭として使えるんですね。そっか。だからこれが役牌と役牌じゃない時がちょっと難しいんですが、とにかくこのピンフっぽい形で上がった時に、頭が自牌だった時はその自牌が役牌かどうかを必ずチェックするようにしてください。間違えそうですもんね。そうですね、ついピンフって上がっちゃうこともあるんですが、気をつけましょう。はい。それでは3問目です。よし。こちらはどうでしょう。ん？最後めっちゃ難しいない先生。ピンズ3345であるところに3を持ってきてる。これでも一応上がってます。うん、ピンズの3が3枚できてるように見えちゃうと45っていう部分が余ってるんで上がってないんですが、うん、実はこれピンズ33っていう頭と345っていう瞬図、この2つに分けると上がり系になってますよね。そっか。で、最終的に3を持ってきて上がったわけですけども、じゃあ3ピンの頭ができたから上がりだと、これ頭待ちと見ることができますよね。そうやん、そうかもしれんやん。そうすると3ピンの頭待ちだからピンフにはならないと、うんうん、ただこれ見方を変えてみて、3ピン2枚が元から頭が完成したと思って見てください。ほう。そうすると45ってあるので3と6の両面待ちですね。そうすると両面待ちだということもできる。じゃあ言ったもん勝ち。そうなんです、実はね、言ったもん勝ちで。言ったもん勝ちか。あの頭待ちにも両面待ちにも見えるときは、これは両面待ちでしたと言ってピンフに取ることができるんです。ということでね、今
3問だけやってもらいましたけど、ピン振って見た通りいつの間にかできてて目立たない役なんですよね。条件は難しいけど一つ一つは簡単なので、いつの間にかできてる役がピン振であると。ですからうっかり見落とさないように、自分が上がった時、あるいはあと1枚で上がれそうだなっていう時はピン振ができてるかどうかを必ずチェックしてみてください。はい、はい、というわけで前回と今回で役牌という役と今回はピンフという役を教わりましたけれども、小郷先生ってどっちが好きですか？僕は役牌ですね。でしょうね、なんかよくお見受けします。3枚あると楽なんで、3枚あるだけでいいんで、はい、そうですね、僕の上がり大体役牌だけです。だいぶよく、はいはい、小郷先生の役牌といえばすごくいっぱい見られると思ってました。そうですね、はい、役牌といえば小林みたいに言われてます。そんな感じです、はいはい。で、春坊先生はどうですか？ちなみに私はどっちかって言ったらピンフが好きですね。あ、そうなんですね、はい、やっぱ並び数字が好きなのもあるし、町が多いっていうのもあるし、まあ響きも可愛いですからね。なんかいつもピンフを目指している感じはあります。ややこしいですけどね、まあ、響きとかよくわかんないけど、ね、確かに、うん、じゃあポンちゃんは習ってみてどっちが良かった？ポンちゃんは、両方好きじゃない。両方好きじゃないんだ。両方好きじゃない、ポンちゃん。確かに、ちょっとね、うん、なんか最初にしては覚えることがうわーっていっぱいあったもんね。ポンちゃんは、連前つもがいい。こういうやつね。そう。持ってこれるやつ。そうそう。役配と、ピンフ覚えてほしいな。頑張ってね。先生に言われたら頑張るしかない。うん、そうだね。さあ、それでは次回は小郷先生何を教えていただけるんですか？次回は実戦でよく見る役で、麻雀以外でもよく聞く役で、リーチというのをやりたいと思います。リーチ教えてくれるんだ、よかったね、ぽんちゃん。よかった、うん、リーチはね、先に教えておいてもらった方がいいよ。あ、ほんまに、うん、よし。この動画が勉強になったなって思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ツイッターもフォローしてね。それではまた次回も見てね。バイバイ。バイバイ。皆さんこんにちは、麻雀連合の小林剛です。はい、日本プロ麻雀協会のキムテヒョンです。大辞典での成績優秀者とは、スタジオで私と対局して、実況解説付きで対局して、それが DVD としてもらえると、そういう企画もやってます。他の店舗でも各種大会など企画が多数ありますので、ぜひお近くの店舗でチャレンジしてみてください。